990アドベンチャーは2006年から KTM スポートモーターサイケル AG が製造している4ストローク 999cc のオートバイである。本格的にオフロードを走行するため KTM950 アドベンチャーを改良し高速走行におけるライダーの疲労軽減を果たしている。同年にサスストロークの延長並びにハイシートを装備したオフロード仕様の S。 2009年には S に代わって ABS を標準装備しより 115PS にパワーアップしたエンジンを搭載した上級グレードの R。2011年は R に代わり高出力エンジンのみ搭載したダカールグラフィックモデルも発売。2012年はダカールモデルに準じた仕様に一本化。ダカールモデルは本国でブロックタイヤ D908RR を装着している。 2006から2008年 98PS 標準モデルはオレンジとグレーの2種 S モデルはブルー2009から2010年標準モデル 108PS にアップオレンジと白の2種 R モデルは 115PS でグレー2011年標準モデルに変更なし R モデルに変わりブルーのダカールモデル登場2012年標準モデルがダカールモデル相当になり一本化 白とブルーの2種2009年よりフロントスプロケットが 17T から 16T へ変更となっている KTM-990 アドベンチャー2013年5月11日閲覧ありがとうございます